こんにちは、めいめいひまりです。皆さんは気になったことはないでしょうか。コンビニや公園などの不特定多数が使用するトイレの壁についた茶色いシミのような汚れについて、特に男性用トイレの個室の壁によくついていますよね。皆さん、正直に答えてください。これはもしやうんこなのではないか、うんこが壁になすりつけられているのではないか。一度くらいはそのように疑ったことはありませんか。しかし、そのような経験がある人でも、実際にそれがうんこなのかどうかを確かめた人は少ないと思います。でもまさか、どうせカビとかて赤でしょう。私も昔はそう言って見て見ぬふりをしていました。これは深く考えてはいけない種類の事柄だ、そう自己暗示をかけていました。でももう逃げるのは嫌なのです。私はこの世界の真実が知りたいのです。たとえそれが美しくなくてもいい。なお、私は性別なんかでトイレを分けるべきではないという政治信念を持っていますので、男性用トイレも女性用トイレもその時の気分で両方使っています。そんな私の経験から言うと、どういうわけか女性用トイレにはこの手の茶色い汚れは比較的少ないんですよね。代わりに時々、これは経血ではないかと疑われるシミが床についていますが、ひとまずそれは後回しにしましょう。今日のテーマは壁についたうんこっぽい何かです。さて、調査を開始しましょう。科学の力で今日こそ長年の謎を解き明かしましょう。スタスタスタ、田舎のクソ汚くてクソ臭い公衆トイレにやってきました。こういうトイレにはほぼ必ずついていますよ、例のシミが。あ、見っけ。早速見つけました。やっぱりありました。便器にまたがった時にちょうど肩と同じくらいの高さになる場所に、まるでお尻を拭く時に誤って指についてしまったうんこ、壁になすりつけて拭ったかのような茶色くかすれた汚れがありましたよ。早速舐めてみましょう。ペロリ、ペロケロ、ペロケロ、ベロ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 。わかりました。かなり古いものではありますが、口中に広がり鼻に抜けていくこの味と香り、間違えようがありません。これは人間のうんこです、断定します。何者かが壁になすりつけた人間のうんこです。一旦落ち着きましょう。そして皆さん、この事実をどうか受け止めてください。皆さんの暮らす町には自分のうんこを壁になすりつける、そういう人間が一緒に暮らしているということです。そして共に考えましょう。そういう人間も皆さんと同じ、私と同じ、かけがえのない大切な一人の人間だということについて、彼らは確かに多数派という意味で普通ではないかもしれない。しかし彼らのことを決して排除したり弾圧してはいけません。彼らは同じ社会の仲間なのです。私もこれからこの男性用トイレでうんこをしたいと思います。あえて45度の角度で便器を外して床にこぼれるようにうんこをします。そして自分のうんこを手に取り、足に取り、腹に取り、壁いっぱいに全身でなすりつけたいと思います。こういうことも想定して今日は服を着てきませんでした。これは彼らへの連帯を示すメッセージです。うんこが便器の中にできないとか、手や壁につけてしまうとか、汚いとか臭いとか頭がおかしいとか、そんなことで人間は人間ではなくなりません。誰もが尊重される社会を目指して
私は戦います。カベンコは、その一里塚なのです。ブリ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 、ブリ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 、ブリリンブリリン、ブブブブブリ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 、ブ、ブブブブブ、ブブブリブリ、ブブブブリブリ、ベトベトベト、ぬり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 、ビチョビチョビチョ、ぬり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 、ベタ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 。